チャゲアンダスカプロデューススーパーエディション。皆さんお元気ですか？チャゲです。どうも、アスカです。どうも、はい。私たちのアルバム、セルフカバーアルバム、スタンプが出たばかりということで、今週からスーパーエディションはですね、私たちチャゲアンダスカがお送りすることになりました。今年最後のね、マンスリーというかですね、すごいお付き合いください。まあ第1回目は、このセルフカバー、スタンプをとことんクローズアップしようかなと思っておりますので、はい、お楽しみに。チャゲアンダスカお送りするスーパーエディション、まだこの曲から聴いていただきたいと思います。はい、ウォーク、僕たちチャゲアンダスカがお送りしていきますけど、まあ1ヶ月間お付き合いくださいということで。そうですね、珍しいですね。ポッと単発で行って1ヶ月やらせていただくとかね。そうですね、まあ1回目ということで、セルフカバー出たばっかりのスタンプについて、たっぷりと話したり曲をかけたりしていこうと思っておりますけど、スタンプはどういう意味で、ですね、まあ分かりやすく言うとですね、あんまりこうスタンプっていうのはあれです、世間オリジナルアルバムという新曲が詰まったものではなくて、まあ、23年やっておりますので曲もそればっかり溜まっております、それなりに。その中から自分たちがもう一度今の感覚で、音を作り上げて今のボイスを乗せてみたいと、という意識で作り上げたアルバムですけどね。自分たちがですね、初めて、今ではベストの時ね、ベストとかそういうもの企画の時はね、首突っ込まなかったんですよ。割とスタッフ決めてくださいだったんですけどね、今回自分たちが楽しくて自分たち自身がどんどん入っていて、まあ、自分たち印ということでですね、印鑑をしたような感じでスタンプということですね。はい、それではチャゲアンダスカプロデューススーパーエディション、最後までお付き合いください。チャゲアンダスカプロデューススーパーエディション。チャゲアンダスカプロデューススーパーエディション。改めましてチャゲアンドアスカです、はい、どうも、はい。今日のスーパーエディションはセルフカバーのスタンプが出たばかりということで、私たちチャゲアンダスカをお送りしておりますが、はい、まあ2人だけでね、なんかこうラジオのブースで顔を突き合わせて喋るのもいかがなものかということで、スタッフが気を使ってくれたっていうか、もっとこうなんか面白くさせようということで、ちょっと間が空いてますからね、2人で喋るのもねずっと2人ですからね、リハーサルもそうですし、ライブも2人やってますし、まあここで空気をこう窓をこう開けさせようということで、素晴らしいゲストの方をお招きしております。音楽ライターでいいんですか、武さん。あ、いいですよ、全然。あ、そうですか。音楽ライターでも仮面ライターでも全然仮面ライターでも。ってことは仮面かぶってないですけど、ね。じゃあ分かりました。改めて音楽ライターの武秀樹さんです。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、久しぶりです。すいません、本当に。とんでもないです。どのくらいだっけ。僕はね、手帳見たらね、ツアーの5月22日の大阪城ホール。あ、そうかそうか。はい、ツアーの最後、ほとんど最後ですよね。あの時に。その後にどこかちょっとありませんでしたっけ。その後会ってないですね、多分。夢かな。夢じゃない。ちゃんと洋服着てましたね。そうなんですよ。あれから5月からでしょ。でその後すぐもうだからこのスタンプの、まあ6月ちょっと休んだ、ワールドカップの時は休んでましたけども、はいはい、まあワールドカップ明けぐらいからこのスタンプの制作に取り掛かったわけですけども。スタンプはあんまりそのインタビューとか取材とか受けないっていうのを聞いたんで、いやいや来ないんですよ今日楽しみにしてたんですか。ありがとうございます。いや来てくれるってありがたかったですもんね。多分そのツアーのリハーサルとか忙しいんでそんなことしてる暇ないんだろうなって思ってましたけど、ね、いやいや、でも改めて武さんと僕らの付き合いってもう何年になります。ライドブルースの最初のプロモーションフィルムでちょっと前ぐらいから、代々木のね83年のライブビデオ出たでしょ。はいはい、あれの構成のねパッケージに名前が載ってましたよ。自分でびっくりしましたけど、1983年。ええ、わあ。あの時にライブだけじゃなくてインサートカットをどうしようかみたいなところの打ち合わせをした記憶がありますね。はいはい、でもっと遡っちゃうと、僕当時その編集プロダクションっていうのをやってたんですよ、はい、それで熱風かご意見無用かのねツアーパンフをね僕ら作ってる。本当にそうなんですか。ええ、うわ。でその時は現場の、まあ現場ってすごいあれですけども、その若いスタッフが、うん、まあ、作ってたんで、うん、現場では会ってないんですけど、うん、
まだですか、まだ完全に昭和ですよね、そうですすごいです。でももう毎回もう楽曲聴いていただいたりコンサートにも必ず来ていただいてますしね、なんかずっとね、うん、あの僕らがアジアやるときにアジアに追っかけてもらってるんですね、ずっとね、あれはもう僕の宝物ですよ、ね、ありがとうございます。アジアの体験は、あ、そうですか、あれは1回目はいつでしたっけ、94年、4年、6年、史上最大の作品の後ですよね、そうですね、94年じゃない4年でしたっけ、あ、そうか、6年は次か、確かにあの時 の初めて香港でしたよね、香港ですね、うん、あの時のやっぱり2人の精神状態っていうのは武さんは見てて、国内とやっぱ違うっていうのがもうありありですよ、ですよね、僕ら あんまり分かんなかったんですけどもね、あのあっという間に終わった感じがしたんですけど、はいはい、大変だったらしいですね、まあ裏は大変だったんでしょうね、いや、めちゃくちゃですよね、あなたよく知ってますよね、そういうこと、裏事情ね、裏事情っていうか、なんで俺知らないんだろう、俺豚がなんか楽屋にいたのだけ知ってますもん、ああ、開演前にあのなんか豚を、小豚を、小豚さんを焼いて、そうそれをお線香あげて、行かなくていいんだけど、こいつ行ったんですよ、そういう豚の丸焼きがあって、そういう線香たかれてみて、あ、ここは日本じゃないんだなっていうので、うん、改めて感じました、あなたよく知ってますね、そういうなんか他に、え、独特の儀式ですよね、あれ ね、無事を祈ってっていう、割と裏話が好きみたいですよ、突っ込むのがそれよく言うと、そういうのプロデューサー思考って、あ、そうですか、もう目ざといんですよ、すぐ話が、え、それ何の話っていうのがね、でもそういう考えと、武さんもいっぱいもう本お書きになってるでしょ、僕らね、本当に出してもらって、僕らもそうだね、だからいろんなアーティストの方と接点があるわけじゃないですか、うん、面白いでしょ、やっぱり面白いですよね、え、うん、だからなんか同じテーマを実は投げてんだけど、そのミュージシャンによって全然2人が変わってくる面白さ、そういうのって楽しいですよね、楽しいですねそうだよね、確かに例えばさ、ここに灰皿がありますって言って頼んで、でそれを同じテーマをどんどん他のミュージシャンにバンと振っていくと、これ全体同じ答え出てきませんもんね、これは灰皿だって言うんじゃないかな、いや、ここから広がっていくわけよ、この灰皿が、いや、でも使い方みんな違いますしね、そうですか、ここにあの入れるタバコの灰もやっぱ違うわけですから、ね、フィルターに口紅がついてるついてないかとか、そういうことでまた広がっていくわけじゃない、入ってないとか俺は詩書いてるもんですよ、ちょっと今引いたなちょっと気持ちが俺も詩書いてるんだ、そう入れてくるよ、俺を何だと思ってるんだよ、まあ、というわけでね、今日ですね、はい、武さんをお招きして、このいろんなこのスタンプについたついてなりのこう武さんが思ってることとか、うんうん、質問したいこととか、ぜひ、はい、それを聞いてくださいもう、はい、よろしくお願いしますというわけで、じゃあこれではまずはですね、じゃあ、3人揃ったところでこの曲、武さんびっくりしたでしょ、この曲、いや、でもかっこいいですよ、本当ですか、ええ、ありがたい、1曲目に入っております、チャギアンダスカで、いやいやいや、チャギアンダスカプロデューススーパーエディション、チャギアンダスカがお送りしているスーパーエディション、1回目の今日は私たちのニューアルバムスタンプについて、音楽ライター、竹秀樹さんと一緒にお届けしております。題して、スタンプの魔力なんつうタイトルがついておりますけど、ね、はい、なんか時間がかかったようで、そうでもなかったっていう、本当に期間が長かったので、はいはいはい、でもその間に今いろんな仕事も飛び込んで、昨日気がついたら本当に発売直前に終わる状況になってた、まあ、よくある話ですよね、時間与えられて、その時間ギリギリまでやってますからね、でもさっきのやややにしてもやっぱり相当アレンジを変えてるでしょ、はい、やっぱりあれはこう前から実はこういうのやりたかったんだっていうことがあったりしてる、あのね、やややと、セイエスは、はいはい、僕らの本意ではないんですよ、あ、入れたかったという、入れたいという本意はなかった、新規がね、それまああのまあいろいろこう話のテーブル上ね、まあいろんな方が参加しながら、で僕らもどんどん参加していきながら、ものを作るね、まあ、人種と、それをビジネスとして広げ中に広げようとしていくなんかね、そう、やっぱ同じものを作っててもいろんな角度が、さっき見たね、角度があるの でそれの中でいろいろこう話していって、分かりました、じゃあやりましょうと、決めた時にやっぱね、どう変化させようかって言った時に、もうギターサウンドしかないなと思ってたので、僕はもうちょっとアコースティックギターのね、サウンドにしていこうかなと思ったんですけどね、最終的にやっぱエリキはビジュアルにされましたね、なんかこう姿勢が違う感じですもんね、オリジナルのやややは思いっきり会場を揺らして前にこう夏橋、今回はね、横乗りでなんか、なんていうんだろうな、すっとぼけた感じでやれればいいなと思って、もっとね、こうさあ来いよっていう感じで、こっちの方が背筋がちゃんとしてる感じしますけどね、拳が違う感じする、
あの時代にあったかもしれないですね。ああ、うん、今はね、この曲とかセースとかいうのはやっぱりもうユーザーの皆さんにこう色がバーンと決まってますから、その色をまず塗り替えるところですからね。まあ確かにあのもう何回か今ちょっと今ライブやってるんですけど、まあこの曲なんかもやっぱりやや特にやっぱり賛否両論あるみたいですね。やっぱりあれだけあのオリジナルのやつはもうライブで持ってこいの、どこ行ってもいいみたいな感じで待ってましたあの感じでしょう。それをちょっとこう変化球にしてますから、うん、でもそのミュージシャンとやってるそのこう演奏セッションとしては今回のバージョンの方が楽しいんじゃないですか。あ、もうすごい楽しいですね。楽しいですね。スタジオで物を作り上げていくっていうね、面白いのがあるじゃないですか。まあ必要であれば何度でも止めるし、で他のレコーディング違う曲やってる時でも気になったら、テープ掛け替えてその時間があるときに来てその入れ替えたりとか、なんかいろんなことできましたよね。でもこれがやや1曲目にしてるっていうのはやっぱりこう今飛鳥さん言われたそのビジネスとかっていうよりももっと今回のその全体の決意表明みたいな感じで。いやそれは そうなんですよ、今回やや1曲目っていうのはね、やっぱアルバムってどのくらいの変化をしてるんだろうって、まあ、思って買ってくれるわけじゃないですか、はい、でその時にCD 載せた時に1曲目なこれが流れてきたら、まあ、とりあえず相当変わってますんで、1曲目にしてアルバムの色をすぐ瞬間にこう、撮ってもらえるっていうのを持ってきたんですけどね。サーコイみたいな感じですもんね、そうですね。でもこれ以外にも相当曲があったんではないかというふうに思いしますけど。ありました、ありました、うん、やっぱり22年間23年間曲全部出してみたんですけどもね、まあ使えないですね。あのねこれね武田聞いてよ、今ライブやってるでしょ。でライブのリハーサルの時も実はスタンプ2じゃないけども、はいはい、他以外の曲でちょっとアレンジ変えてやってみようかとかいうのをリハーサルでなんかやってるんですよ。でだけどもね、途中もう寸前まで行ってダメだ、しが甘いとかね、飛鳥君は言い出すんですよ。厳しい人ですね。そういうことじゃなくて、俺みんなコピーしてきたのにとか思って。その当時はね、ムキになってやってたんですけどね、今はこう歌うとね、これは実はモーニングムーンをリハーサルでやったんです。そうそうそう、やったらよ、サウンドやっぱねかっこいいですよね、リーダーで出てくるとことか、でもバーンあんあああ、あ、午前5時。いやもうこれ、なかなか歌えないんですよ、今。確かにな。血のテイストやっぱ違うんだね。あの時はまあ時代性、背景、ね、夜のヒットスタジオ含み、その中でこう、だからやっぱテレビをで一発行くぞみたいなね、そういう作り方した時期もありましたけどね。あんあだもん。あんあでしょ。あそこ、そこを歌い方を変えるってもう難しいんですかね。割とドツボに入っていくでしょうね。楽器世代がやっぱね、全然今このテイストってやっぱ違うんで、だから昔の楽曲をね、自分たちでこう何とかできるのは、まあ、間違いなんでしょうけどね。そうじゃなくて時代に何か僕らの感覚をやっぱその中で養われた感覚がやっぱ音楽にこう出てきてたっていうことだと思うんですよね。この曲こう拝見してると、アルバムの中での割と目立たなかった商品っていうのがありますよね、それちゃんと入ってるのがいいですよね。嬉しい。あ、こういうの入れてるみたいな。そうなんですよ。例えばね、メインボーカルを変えてみるという、これはもうチャゲアスならではのことじゃないですか。そういうことをすることによってなんか俺たち面白がれるっていうね、同じ楽曲なのにまたこれが違う色に染まっていくという面白さを体験したんですけどもね。じゃあその曲ちょっと一曲やってみましょうか、ねこれは何に入ってたんだっけな、このアルバムは。ガイズあ、そうだ、ガイズだ。ハケさんが知ってるから。そうだよね。そうそう、ロンドンですよ。そうです、これ入れてると思って。ジェスベリーがいいピアノ弾いてくれたんだよね。ボーカルを変えております、チャギアンダスカで、今日はこんなに元気です。僕は長い間仮歌状態でした。誰かこうこのスタンプ聞いて、たくさんなりにあれとか、とかいうのありました。なんかこいつ多分今褒めてもらいたいんだけど、いやどっちでもいいですよ本当に。まあ、今の曲もそうですけど、そのあこういうふうにこう手を入れてあって、きっとねこういうことやりたかったんだろうなっていうのがね、例えばその、まあ、リバーなんかそうなんですけど、レコーディングの時に相当いろんなバージョントライしてましたよね。そうなんですよ。それを思い出したんですよ。よく覚えてますね、武さんね。そうなんです、取材にね、全部メモったの撮ってんのよ、武さん。それすごいですよね。インタビューテープ、どこにあるかわかんないですけど全部ありますよ。
すごいね、十何年分は。うわオタクではないんですよ。いやオタクじゃないですよ押し入れです。仕事だろ。仕事だよな。いやあの取っとくのが趣味なんじゃなくて、うん、捨てるのが面倒くさいってだけなんですよ。いやでもそれってやっぱね自分ねインタビューやってきたから何回もやり直したっけ、ね、これこれね実はですねそうなんですよ。実はこのリバー の今回やった形っていうのが、当初目指してた形なんですよ。あそれがあの、うん、でそれでちょっとその時あの僕はデモテープ作る時に、ちょっとこう楽しようとしてですね時間がないとこであのよくあのキーボードについてる、はい、あのそのまんまのほらあのなんていうのかなインターナルで出てくるモードであのリズム隊も一緒になってるっていうのは割と便利くんみたいなねなんかそういうのでまあ時間なくて作ってでその時にやっぱねあの方向性がうまく伝わらなかったんですね一緒にやろうってそれでどうしてもねあのこういう雰囲気が出なくて、でまあもう本当に最後まで行きかけてやめてでそれでその後にやっぱピアノでこうやって弾いてるとどうしてもこうバラードの感覚で弾くとみんなあいい曲だねって言ってくれるわけですけどね、これはバラードなのかなと無理やりリズムものにしたときにちょっと間違いがあったのかなっていうことで一応バラードにしてみたんですよ。あ、うん、でバラードにしてみて、まあ今度は逆の意味でね、聞いてもらえる人に人気がなかったとでその後やっぱ悔しくてであのこれちょっとあの英語で歌う機会があったんで、はい、歌った時に、はい、あのまあ、ロンドンでプロデューサーあの僕が今一緒にやってくれてるボーダフィーが、はい、これを聞いて、すぐリズムにこう跳ね、ちょっとグルーブしたちょっと跳ねを感じるものに振り返って、これなんだよやりたかったのはっていうね。ああ、いやこれかっこいいですよ。かっこいいですよね。かっこいいですよ、うん。そうなんですよ。俺もこれあのどっちかやっぱロンドンのあの英語版のリバーの変形って感じがしますよね。うんうん、これはやっぱりあの作詞さ作った制作者のアスカリオとしては。もう満足ね。肩の荷が下りたこれはねこういうのあるんですよ。使えたものが出たとかうなぎの骨が取れたとかそういうそうやなまあねいずれ話出てくると思うんですけど今回の前に、やりきれてなかったじゃなくて作り終わった後で、はいはい、もう直後にすごくどこかが気になってしょうがないっていうでも口に出して言わないがなんか自分の中ではあそこなんだっていうポイントがあるわけですよ。それが気になってるからライブでやろうとしても、例えば何十回やるときにその何十回その思いをしなきゃいけないでしょ。あ、はいはい、だからそれが嫌であのずっとライブにもあの加わらなかった曲があったりしたんですけどね。それ今回やり直すことできましたからね、うん、なんかこう今回のこの制作過程というのはやっぱり今までとは違って、今回はその詩もある、はいはい、だからメロディーもある、でそれからアレンジを考えない、あ、なるほどね、という、うん、今まで通常のレコーディングってのはメロディーがあって、でそして詩はまだ全然仮歌状態ですから完成されたいですね。その中で、男の字ですから、そうですね。その中でアレンジをしなきゃいけないということでしょう。だから今回はもう全て揃った上でアレンジが最後に来る。そして最後に歌い方を自分たちでこうやっていくという、なんか面白かったです。全然また違った雰囲気のレコーディング。まあこれはこれですよね。うん、これが正解だというと後で自分たちの首絞めて。そうちゃんと全部出来上がったからレコーディングするってことなると。そういうもんではないんだけど、ね。苦しいですね、でもなんかね、こうずっとね世田谷のスタジオに大体同じだったんですよ。今回このアルバム。大体普通スタジオに3、4箇所変わるんですけどね。もう時間なくなって。ね、うちはね今回もうスタジオ世田谷のスタジオにずーっと。こもってましたからなんかね夏の間ねあの子供がね夏休みの間子供が秘密基地作ってそこにまあこうみんな集まってガチャガチャやってたって雰囲気はすごくありますね今回。潜水艦のプラモデルかなんかありそうですなんかですけどなんかそんな雰囲気がすごくありましたね。はい、それではじゃあ、早速ですね、聞いてじゃあ今話してた、じゃあリバーを聞いていただきましょう。おすすめ、はい、チャゲアンダスカプロデューススーパーエディション、今月はチャゲアンダスカがお送りしております。チャゲアンダスカプロデューススーパーエディション、1回目の今日はスタンプの、魔力に魔力ですかこれあの魅力って書こうとして間違いないかな魔力と題して魔力、まあ編集長音楽ライター武秀樹さんと一緒にセルフカバースタンプについてお話しておりますけども、まあどうですか他のアーティストのレコーディングとかちょっと行ったりします。いやレコーディングはなかなか状況が難しいでしょう、ね、見たいんですけどねやっぱり嫌がられると嫌だなと思ったりしますからね。うちらあんまするのないな。でも飛鳥さんやっぱり嫌がるでしょ。いや俺うちは嫌がるでしょ。嫌がんないよね全然別にそんなに根に持ってるわけじゃないですけど、あれなんかありました
ロンドンのレコーディングが、取材に行くことになってて、出発2日前に、飛鳥さんの詞がかけてないんで、すいません今回はキャンセルしてくださいって言われてましたけど、多分あの前うちの会社で吉岡ってのはそれやったやつが一人でやったことだと思うんですよ。分かんねえだろリスナーの人は。あの実はね、あの詞書いてる時はね、やっぱり絶対そういう状態なんですよ。もう本当に、人がもうファッてよぎられるのもダメだっていうね、で割とね曲作ってる時とかもうあの、まあ、サウンドにこう没頭してスタジオワイワイやってる時なんて全然平気ですね。あ、なるほどね、詞だけですね僕は。あ、そうだね、そういうの覗けると楽しいんでしょうけどね、なんかでもネットでねそのレコーディング風景みたいなのもね、ああ今やったりしてる人いますよね。誰ですか？あの名前挙げちゃうと、あの桑田さんとか。え、やったんですか？あ、そういうのネットでやってるんですか？ネットでレコーディング日誌毎回やってました。フォークレスラーもやってましたよ。いや早いんだよな、そうちらもやりたかったですね。うん、去年止められたんですよ。あ、まだ早い。今のうちの社長にね、本当に。いやでもね、本当にそうですよ。レコード、アーティストがレコーディングしてる風景って見たいですよね。見たいですよ。まあ、そんな綺麗なもんじゃないんですけど、一日垂れ流しでいいんですよ。そういうなんかほら、そういうチャンネルあるじゃないですか。そのチャンネルの中でも一日二日もずっとレコーディングやってるところだけど。ね、あの一人暮らしの OL さんの次ぐらい人気出ると思うんですけどもね。ああ、それは覗きだろう。パジャマ着てやってもらおうと思いますね。でもね、あの多分ね思うんですけど、レコーディング風景って無駄な時間多いんですよ。あ、はいはい。ものすごく無駄な時間多いんですけど、朝までかかってるんですけど、朝6時とか7時ごろそれこそ徹夜でやってるんですけど、本当に集中してる時間ってのはその人に2時間あるかないかですね。でも、まあ、その人によりけりですね。10年ぐらい前にあったんですよ、チャガン・アスカのレコーディングを何ヶ月かずっと付き合いませんかっていうの、僕いいっすよって言ったら結局最終的に企画まとまんなかったみたいですよね。それ誰の時代ですか？そうですか。あいた。見てもらえなかったな。でも今回ね、あのさっきもたくさん言ってくれたけど、もうまだ入りきれてない曲がいっぱいあるんですよ。あ、今回やっぱ CD って74分って決まってるじゃないですか。でこれもやろう、これもこれもやろうって、ちょっと待てよと、これもやろう、あれもあればいいけど時間計算しようよってことだってこうなっちゃったんですよ。だからあの他にもね、僕目とかね、はいはい、僕は撮ったんですよ。僕はこの目で嘘をつくってやってたんですけど、ね、なんかわかる感じするな。あとあの、あ、まあ、あのプチ新曲といえば、その小田君の楽曲ありますよね、そんなもんだろう。あれは僕的には非常になんかプチ新曲でしたね。あれはあのやっぱり世の中の流れを組んで、はい、まあ、平井堅を受けてゾウさんをやった二人がゾウさんを歌うっていうのは最後までこだわったんですけどね、隠しトラックに入れるとまでねこだわったんですけど、どうも反対が出ましたね。俺は犬のおまわりさんがいいって言ったんですけどね、犬のおまわりさんとゾウさんで別れたので、まあ、よくないだろうってことで本気で考えてましたね。でもその僕このアルバムの中で太陽と氷の中で一番好きなんですけど、あ、やっぱその力の入れ方が多分違うんだろうなと思うんですよ。あの太陽もそうですね、あの、このアルバムを作りにあたって取っかかりの曲なんですよ。あ、これかっこいいですね、これはもう。それであの、まあ、ある時ふっと思いついてこのサウンドにしようっていうのを決めて、その形が決まって、で歌い入れをする時もあの前の歌い方、やっぱ前の歌い方ってそれなりにうまく歌ってたつもりなんですけど、あのスイヤー入ってる歌い方、はいはい、今聞くとねもう青さばっかり目立ちますね。それで今の感覚で歌ってみたいっていうの でどんどん盛り上げていくっていうので、それからあの、まあ、あれの、あの最後のあの、まあ、横文字に変わっていくところが揺れてるし、そうなんですよ、一瞬こうちょっと後乗りでやってみるとすごくゴスペル風になったので、これはあれはっていうところで、急遽シフト替えで前ボーカル日本、あともう一回日本語が出てくるとこう前に移してゴスペルで全部終わっていくっていうふうにねやりかけたんですけどね。あの一曲だけでもこのアルバム、まあもちろん他全部すごくいいですけど、面白かったですね、あれはね、あれシングルで出してほしいぐらいですよ。あ、もうそういう話はね、ありがとうございます、というわけでも時間も尽きてしまいましたが、はい、もうそうなんだ、トムさんどうもありがとうございました。本当にまたあのライブいらしてください、はい、いろんなこと、くちくちと喋ってください。ありがとうございました。じゃあどうもありがとうございました。武秀樹さんでした。それでは、じゃあ今度はですね、さっき話に出た、ま、あ、あれ、ボーカル公開、アレンジは全く同じなんですけど、ボーカルだけ差し替えたっていうこのシンプルな、あのこれをもう一回、もう一曲いってみましょう。港に潜んだ潜水艇。ではここでチャゲアスインフォメーション2002。
2002年、はいはい、11月の20日にニューアルバムスタンプが出ましたね。そうですね、ラメさんもご存知ですね。で現在ライブの方はですね、ジャイアンバスカコンサートツアーザ・ライブと目打ちまして、始まったばっかりでございます、うんうん、日本全国駆けずり回っています。来年の5月17日のマリンメッセ福岡まで全65公演、うん、すごいですね。あの去年84本やってますからね。それに比べると去年じゃないよ、今年の5月まで。そうだよ、まあというわけでまた、来年の5月まで65公演やっておりますので、あなたの街にも行くと思いますので、遊びに行ってほしいと思います。問い合わせ先は タッグオブC&A 0570-016-224 0570-016-224、 タッグオブC&A までよろしくお願いします。1月6日と2月24日ですね、これね。え、何が1月6日。あ、本当だ、ね、俺の誕生日ってアスカの誕生日だ。0160224、本当だ。ちなみにですね、私の誕生日は入っておりません。今年ないか。ないですね。残念だな。あなたの誕生日もないです。俺たちね、お互いやっぱあのそのコンサートに響いてたことをやってしまいますので。ないわ今年。今回去年はちょっとお前に申し訳ないなと思ってね。本当だよ。というわけでですね、こういかがでした、私のスーパーエディション。今日は竹さんも交えて、なんか楽しかったですね。あの落ち着いた話ができるからいいな。いいですね、本当。お前だけだとやっぱね、探り合いしますからね。探り合いしたでもその最後にですね、竹さんも褒めていただいた、うん、あの曲を。そうですね、最後にお届けしたいと思います、はい。チャゲ&アスカで太陽と恋の中で。チャゲ&アスカプロデューススーパーエディション、チャゲ&アスカがお送りしてきましたスーパーエディション、そろそろお別れの時間になってまいりました。いかがでしたか。どうでした、記念すべき、まあ、1回目です、ね、そうそう、うん、で来週なんですが、2回目はですね、今度はライブにちょっとスポットを当てて、うん、ライブの魔力ライブの魔力魔力好きみたいですね。ライブの魔力についてやってみたいと思いますけど、まあ、どんな話が出るか、お楽しみにしててほしいと思います。そしてこの番組のホームページでは今後の放送内容などもチェックすることができます。アドレスいきますよ。www.jfm.co.jp/se です、こちらにもアクセスしてみてください。さらにプレゼントも用意しました、はい、そうですね、ユニバーサルミュージックがもう手塩をかけて手作りで作ったというチャゲ&アスカのウィンドブレーカー。これいくらぐらいするんですか。飛騨の職人に頼んで、すごいですよこれ。高級品ですか。そうですか。もう水が命ですから。そうですか。それでウィンドブレーカー、かっこいいウィンド、ブレーカーになると思います。はい、はい、これ5名でいいんですか。5名だ。5名、5名の方にあげちゃいます。どん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 、このウィンドブレーカー欲しいというあなたは、おはがきに住所、氏名、電話番号と今日の感想を書いて、ご応募ください。宛先は今お聞きの FM 局、チャゲ&アスカプロデューススーパーエディション、ウィンドブレーカー欲しいの係まで送ってください。というわけで、来週また。来週ですね。はい、ライブの話を、ライブの魔力について。できればいいと思います、はい、それが。はい。お相手はチャゲでした。アスカでした。バイバイ。鏡に書くけど、文字に